時そば。どうも、ロボチューバーのアンテロボルタです。今回は VTuber 関連の工作会。先日電子部品を探していた時に、こんなモーターを見つけました。360度連続回転サーボモーターです。今までよく使っていたサーボモーターは、PWM 信号を入力すると特定の角度で停止していました。一方でこのサーボモーターですが、PWM 信号を入力すると回転数を指定できます。こんな感じでぐるぐる回るんですよ。ぐるぐる、ぐる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 。舞茸？ということで今回は、この360度連続回転サーボモーターを使って、舞茸ダンスを踊るジュフテイラデンさんのロボ、カラクリラデンを作ります。ってことで設計。まずはボディを動かす機構を考えます。舞茸ダンスは両腕をぐるぐるしながら体を左右に動かします。で、腕を回す用と体を動かす用にモーターを2つ使うことも考えたんですが、今回は360度回転サーボモーター1つで何とかしてみます。まず腕をぐるぐる回せるような構造を作るんですが、ぐるぐるするときは腕を平行に移動させたいので、こんな感じで、2つの同じギアを用意して、ギアが伸ばした軸に腕を取り付けます。モーターを使ってこの2つのギアを同時に回転させると、腕のジョイント部分も同期して平行移動することになるので、結果的に腕の先端も平行移動します。次に体を左右に向ける機構。動きとしては体の中心を軸に回転できればいいと考えて、モーターの回転運動を直線運動に変えて体に伝えることにしました。具体的には、まず王冠型のギアを使って回転方向を90度変えて、そのギアにスライドするパッツを取り付けて動かします。このスライドするパッツの一部を横方向に動かないように固定しておくことで、ギアの回転とともにパッツの加担が左右に振れるので、加担を台座部分に接続しておけば体が左右に向きます。ここにラデンさんの見た目になるように外装パッツを取り付けます。で、どんな外装にするか悩んだんですが、あえてポリゴンっぽくしたり、ギア部分がちょっと見えるようにしてロボ感を出してみました。まあキャラデザが難しすぎたってのもあるんですが、あと目は光らせます。ってことで、印刷印刷。印刷したパーツを組み立てていきます。まずはギアボックス。まず印刷したギアの軸をボックスの溝に入れて蓋を閉じて接着します。王冠型ギアも差し込んでキャップを接着。腕パーツも2つの軸に通してキャップを接着。反対側の腕も取り付けて、こんな感じで、このギアを動かすためのモーターを取り付けるんですが、前準備として、モーターのサーボホーンに穴を開けて、ギアに作った溝にサーボホーンを入れてネジ止め。で、サーボモーターをギアボックスに取り付けて、こんな感じ。で、さっきのサーボモーター用のギアを刃の向きに気をつけて取り付けます。スライドするパーツも王冠型ギアとギアボックスに通して取り付け、腕パーツの先端に拳を接着、印刷の時になぜか抜けていた頭パーツ取り付け用の軸も接着します。あとはギアボックスの軸に足パーツを接着します。足パーツにはこんな感じで溝が切ってあって、後で配線を通せるようにしてあります。次にドレス部分。メインのドレスパーツに色分けして印刷したパーツを接着して、細かいパーツは接着が難しい。どんどん接着して、で、このドレスをさっきのギアボックスに接着します。ギアボックス周りはこれで OK。 次にロボを立たせる台座を作ります。今回は畳っぽくしたかったので、こんな感じで積層根を利用してイグス感を出してみました。ここに外枠を接着すると、こんな感じで畳っぽくなりました。これをギアボックスの足元に接着、台座の軸にスライドするパッツを通して畳を接着します。最後に頭を作ります。髪の毛は2種類のフィラメントを使って印刷したパーツを組み合わせて作ります。まあ一部歪んで癖っ気になっちゃったんですが、一応組み合わせられました。次に顔パーツ。今回は目を光らせたかったので、このチップ LED を使います。ユニバーサル基板を切って、チップ LED と配線をはんだ付け、こんな感じ。
試しに光らせてみると、ちゃんと2箇所で光ります。この基板を顔パッツに取り付けるんですが、その前に目のパッツを組み立てます。まず目のパッツの内側に光を反射させるため、アルミホイルを貼り付けます。アルミホイルを切って、一旦目の内側に沿わせて形をつけます。で、一旦アルミホイルを外して、この接着剤を目のパッツに塗って、さっきのアルミホイルをかぶせます。最後に不要なアルミホイルを切り取ります。こんな感じで内部で光が反射しやすくなりました。っていうのを2つ作ります。ここに透明なプラスチックの板を取り付けます。まず板を切り出して、片方の面をヤスリがけしてすりガラス状にします。これをさっきの目のパッツの枠に貼り付けます。で、さらに光を分散させるためにディフューザー、まあクッキングシートなんですが、目のパッツの内側に入れます。この目を顔パッツに接着して、こんな感じで、この裏側に LED を設置します。 LED の基板を隙間に差し込んで、固定用のパッツを使ってネジ止めしたら顔パッツは OK。 あとはこの顔パッツをギアボックスに取り付けて、モーターと LED の配線を足と土台の溝に通して、紙パッツをかぶせたら、舞茸ダンスを踊るからくりラネンの完成。ということで、からくりラネン完成です。まあ、からくりと言いつつゼンマイではなくモーターを使っていますが、動作は見ていただいた通り、体を左右に動かしつつ腕をぐるぐるさせます。一応狙い通りモーター一つでうまく動作させられました。反省点としてはパッツ同士の接合箇所ですね。綺麗に貼り合わせるのが難しかったです。あとやっぱり積層痕、以前試したレジンを使う方法も考えたんですが、ちょっと色合いが変わっちゃうんですよね。光造形 3D プリンターの導入も検討しようかな。あと、普段4速ロボしか作っていないので、やっぱり外装部分のデザインはかなり難しかったです。僕にとってからくりは作れるけど、キャラクリは難しいってことですね。ね、まあ、今回ギアの設定とか機構についていろいろ勉強になったので、今後の工作に活かせそうです。ということで、今回の動画は以上。ご視聴ありがとうございました。よろしければチャンネル登録、高評価お願いします。ではでは。